日本関東地方東京都江戸川区東、小松川東小松川は、東京都江戸川区西部の町名。住居表示実施済みで、東小松川1丁目から4丁目がある。郵便番号は132-0033。江戸川区西部に位置する町。荒川水面と小松川境川をもって、地区の西辺都市、東京都道308号千住小松川。 火災予期船を統計とする南北に細長い町域をしている。隣接する地域は、北は西小松川町及び一部で松島1丁目、東は松江1.34.5丁目、南は船堀1丁目、西は荒川、中川を挟んで対岸に小松川1.2丁目。町名は中世以来の東小松川村の名を受け継いでいる。ただし、 東小松川村は現在の東小松川よりも広い範囲であった。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。東場域内に鉄道駅は存在しない。 さらに、至近の駅から1キロメートル以上離れた、鉄道空白地帯に、地区の北部が当たる。以下に、最寄り駅を挙げる。都営バスと、京成タウンバスの路線があり、すべての系統が、東小松川一丁目の京葉交差点停留所を、経由する。AB、町長名別世帯と、人口、年齢別人口報告。江戸川区。 2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月13日閲覧。町長名別通学指定校一覧。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校。 学校選択制のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校。学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。